みんなこんにちは、アサブームだよ。今日は遊んでプリキュアで、白色のプリキュアのパズルと塗り絵で遊んじゃうよ。まずはじめの白色のプリキュアは、スイートプリキュアのキュアリズム。キュアリズムのパズルで遊んじゃうよ。うわぁ、キュアリズムがバラバラになっちゃった。みんなで頑張って直していこうね。最後の一つ。やったー、完成、おめでとう。つまびくは、たおやかな調べ、キュアリズム。レリーの力を借りて、キュアリズムに変身。まず一人目のプリキュアは、白色の、キュアリズムだよ。とっても素敵で可愛いプリキュアだね。次の白色プリキュアは、ハグッとプリキュアに出てくる、キュアトゥモロー。ハグタンが大人になった時の姿だよね。キュアトゥモローは塗り絵をぬりぬりしていくよ。あらら、お顔も黄色になっちゃった。お顔はこの色で塗って、こっちの色かな。いや、この色の方が良さそうだね。で、髪の毛もさっきの色で塗って、お目目は赤、お口はピンク、眉毛は茶色で塗って、眉毛じゃなかった、まつ毛だね。で、お耳のアクセサリーもここはピンクで、ここはブルー。あ、髪塗り忘れてた。素敵。ここも髪だね。で、お洋服は、ここがピンクだったかな。ここは薄いピンクで塗って、出てない色も塗って、素敵。影をつけて、二人目の白色プリキュアは、キュアトゥモロー。背景も塗ってみようかな。うわー、素敵だね。とっても綺麗に塗れたね。三人目の白色プリキュアは、二人はプリキュアスプラッシュスターの、キュアイーグレット。キュアイーグレットの髪の色は、こんな感じの色だったかな。あ、この塗り絵ちょっと難しいタイプの塗り絵だね。よいしょ。どうでしょう。ここは塗らないように気をつけなきゃ。細かいところにカーソルを合わせて、ハートも塗り塗り。で、リボンぬりぬり、お洋服もぬりぬり、お顔もぬりして、お手でも。これでオッケー。キュアイーグレット出来上がり。
最後の白色プリキュアは本当はピンクだけど、変身して白色のドレスを着たプリキュア、キュアハートのエンゲージモードのパズルをしていくよ。白いお洋服が素敵。よし、バラバラのパズルを元に戻していこう。これはどこかな。どこ、本当に分かんなくなってた。あ、ここか。ちょっと難しいパズルだね。これはここかな。これはこっち。これが最後の一歩だね。最後の一歩で出来上がり。私に力を貸して、みんなの愛の力で、あれ、エンゲージモードじゃなくて、パルテノンモードだった。このお洋服はパルテノンモードだね。すっごく素敵なお洋服。今日は白色のプリキュア4人を塗り塗りしたよ。みんなは今日塗ったり、パズルをして遊んだプリキュアの中で、誰が一番好きだったかな？コメント欄に書いて教えてね。一番最初にパズルで遊んだスイートプリキュアのキュアリズムが好きっていう人はコメント欄にキュアリズムって書いて教えてね。とっても可愛いよね。2番目に塗り絵で遊んだキュアトゥモローが一番好きっていう人はコメント欄にキュアトゥモローって書いて教えてね。ハグタンの成長した姿、キュアトゥモロー、すっごく素敵。3番目に塗り絵で遊んだキュアイーグレットが好きっていう人はコメント欄にキュアイーグレットって書いて教えてね。白いお洋服、すごく綺麗。一番最後にパズルで遊んだドキドキプリキュアのキュアハートのパルテノンモードが好きっていう人はコメント欄にキュアハートって書いて教えてね。かっこよくって素敵すぎる。白いプリキュア、とても素敵だなと思った人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。みんなのグッドとコメントたくさんお待ちしてるよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。